テクニック的な話です。クラシックギターにあんまり馴染みのない方だと、まずコードを握ってしまって、その中での若干の変化というふうに捉えがちなんですね。まずコードを握るんだと。だけどそうすると逆にちょっと動作としては合理的ではなくなってしまう局面も多いんだと。ということでクラシックギター的なアイデアで指を細かく出し入れするのだと。とかっていうふうに完全にバラしてしまう。でそういうようなことをすることでフィンガリングのその運動合理性みたいなことをすごく高めていくとか、お互いがお互いで違う風景を見てほしいという、じゃあ新たな地平をどうぞ、自分の知らない地平を見ていただきたいということが一つです。ここの小説のポイントは、これ見てみるとずっと前制覇みたいだったですよね。最初の3拍はね、制覇をずっとしているのですか。これも出し入れという話になるんですけど、制覇を入れっぱなしにする必要はないですね。で形状としては制覇なんだけど押さえてないです。この最初のところですね、小指と人差し指でこうで、形状としてはご覧のように制覇なんだけどね、6弦は人差し指の頭が当たってる感じでミュートしてます。で5弦は応弦していて、432弦はやはりここが当たっていてミュートしていて、このところは1弦が必要になるので、でも極端に言うとここだって根元だけでいいわけですよね。これでいいわけだと。するとここ本当に制覇をしておく局面って実はないんですね。体重を移動してというか、というふうに扱うとすごく音もこういつ止めるのか、音の長さをコントロールしやすい、力もたまらない、ストレスもたまらないということで、やはりこういうテクニックを認識しマスターし、自在にコントロールできるようになってほしいんですね。これが基本的にはというふうに親指で伴奏されているものなんだというふうに考えてください。それで2拍目と4拍目、これですね、ここで複数の弦を入れたい場合は当然とか、もう一本増やすんだったらこうなりますね。こう考えていただいてよろしいです。で、もちろんこれは実は、これなんかもう2弦まで弾いてるのかというと、もう少しファジーでというか、2弦に当たるか当たらないか程度みたいな感じで、というような感じで弾いていると。これがこの曲のベーシックなリズムになる。だからやはり2拍目4拍目は基本的にはもうずっと親指、これをコンスタントにこう動かすのを止めたくない。で必要に応じてとかっていうことをこう適時入れていっていただきたいということです。もう一つ重要なことですね、ここの部分にこうミュートしていきますと。でミュートはこの辺にこうパームを入れまして、
かぶせてくることでこの辺のエリアでミュートされること、これがこっちに来すぎちゃうと音止まりすぎですよね。また少しこっちに来ると、ね、音程が上がっちゃうんです。それなのでどの辺にかぶせるのか、で天地の情報でもどの辺のところまでかぶせてきてるのかっていうのが非常に重要で、それはもうご自分で音を聞きながら掴んでいっていただくしかないです。これだとダメですよね。もうこれがギャロッピングの場合はとても重要ですと。で、プリングオフ、ここは6フレットから5フレットは小指から薬指のプリングオフを行っていただきたいんですね。ここの小指で2弦の6フレットに入るタイミングで、ここのタイミングでこの3弦の4フレットも同時に入れてほしいんです。ここです。まずここの6弦の3フレットのタイミングで全制覇さんが入ります。で次2弦の6フレットを弾くタイミングで3弦の4フレットも同時に、運指を用意してください。でメロディは小指から薬指へのプリングオフで、伴奏はそのプリングオフと同時に4弦と3弦を弾きます。こういうことです。ここまではもう親指固定で、一瞬なんだけど若干ヘッド側に動かし、こうですね。でこう弾くとどこで入れ替わったのかよくわかりますよね。じゃあ次いきます。17